皆さんおはようございます嘘のような本当のわの時間が今週もやってきましたパーソナリティロドイヒデトと WOE ストドクタース水素ボトルの宝城雅宏さんおはようございます、はい、おはようございますはい今週もよろしくお願いします、ね、はいよろしくお願いしますいや先週もねなんかやっぱりね健康でいるということも 喜び普段ね気が付かないかもしれない、ねあのー、人様によってはやっぱりもう当たり前みたいなところなんででもその当たり前の幸せを。 ね、最近特に、えー、感じていらっしゃるんではないかという、えー、具志堅達夫さん、ね、また今週もお越しいただいてますが、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。えー、具志堅達夫さんは、ね、あの、先週もお楽しみいただきましたように、こうね、やはりその健康に対しての真剣な取り組みということで、えー、アリンガグループ、アリンガ、モリンガというね、えー、モリンガの、えー、良い部分、葉っぱだけを採取して。 それをまあ粉状にしたものもねえ食卓にではないんですけども常にでもポケットに入れておいてもらったりしながら皆さんにお届けしたいというこのね熱い思いで今やっとねえ満を持して商品化されましてえネットでっていうかねインスタグラムでの,あの販売もなんですけどちょっとこれ実際見てみたいわとかねあの店舗ねえ宜野湾市ここね、万式にあります琉球ヒーと。 というね、伊藤さん、えー、もう無休でやってらっしゃるそうです。午後3時からね、えー、皆さんにもあのお買い求めいただけるようになっているそうなんですが、ちなみにね、ご、えー、これあのー、先週もね、お伝えしたまあ同じよもの、まあののを、まあ、ミネラルウォーターり溶かしてということなんですが、シーンってできるんですか。シーンですか。うん、準備しときます。<laughs> はい。ちょ <laughs> うどね、はい。まだそうです。はじめまして。ちょこっとあれでしょうね。はい、あの興味持った方とか、あのお店にね。 持ち歩やっぱり近所の方じゃないですけど僕ね年配の方にもね人気が出てきそうなやっぱり、ね、気がやっぱりすごく全ての方にって思うんですけども、ねまあ、そんなお夏男さん今週ねあれちょっとやっぱり健康の秘訣というかドクター水素ボトルのお話も,も伺いたいなと思ったんですけど、はいはい、これ どの辺がご縁なんなことですかとんな僕は 2>, 2, 2年半ぐらい経ちますかねはいあのちょっと紹介していただいてからのうん、うん、僕も愛用者、うんうん、ですねはい、はい、はその何かちなみに具志堅さんはあのー、ちょっと腰が痛いなのとか辛いなのっていうのは <laughs> 当時は はいえー、辛いとこばかりでしたあのー、もう先ほどの話に似てるんですが<あ>どうしても僕はあの仕事柄、まあ、付き合いとか酒の席が多いもんですからやっぱりあのすごく僕もいろんなものに手を出すんですよねサプリメントなり何、うん、で手を出すかといとえば二日酔い防止とかまあ飲まなければいいんですけど <laughs> 二日酔い防止とか、まあ、そういうものに手を出してたんですけどやっぱりあの 水素ルまあ使用しだしてですねやっぱりあの起きてからまずやっぱり30分から1セット一、まあ、時間かやっぱ水曜日になればやっぱかなり二日酔いの軽減というか、まあ、すごくもう適面ですねこれはうんう回復が早いです合わせてこの水素水素まで飲めば最後ああそうですねいいですねう これはもうすすごく効果的ですねやっぱり,なのでやっぱりもう習慣的にやっぱり毎、まあ、仕事前やっぱり30分1時間するんでやっぱりあの出張なさいとかもうちょっと持っていけないとか持っていかなかったとかだったらやっぱ少しあ体調なんかちょっとなんかは違うんだなということを考えたら <laughs> 今日やっぱり知ってないんだなっていうところなんか感じますねやっぱり。 ね、何回かお話ししたことあんですけどもちょっと不安になっちゃうんですよなんかね常に持ってたいぐらいなところがありましてど,どういうことなんでしょうね、まあ、あのー、なんかこう吸わないとダメみたいな言い方になっちゃうとねおかしくなっちゃうんですけど吸ったらプラスでよりいい状態に維持できてるわけですから当然吸わなければ、あのー、本来の,その年齢なりのポテンシャルにやっぱり落ちようとするわけですね体は。 そころがまた吸っていただくとまた今度ぐっとこう引き戻すような感じになるので私自身も1日ね3時間ぐらい吸ったりするんですよもともとが悪かったから自分はあの50歳の時に吸い始めたんですけどまあ14いろんな病気がありましたからねそれが今全部なくなっちゃってるのでそういう経緯があるからまあもともと私も自分の家系ががん家系なんですよだからやっぱ血管細いんで。 そ,うその細いのをなんとかこうそれに抗って血流いい状態を維持しようとするからまあ吸うんですけど吸えないときはしょうがないって覚悟するんですがやっぱり翌日になってみるとやっぱりちょっとポテンシャル落ちてたなっていうのは正直なところですよねだから吸えるならずっと吸ったほうがいいに決まってるんですよそうですよねなんかあのね適切かどうか副作用がないんですいや副作用どころかなんかねもうなんかもう身近に あってしかるべく存在私もあるなと思うんですがもともとはだからなんて言うんでしょうね簡単に言うと血流が良くなることによって自分の体の中で消えかかってた血管がまた活性化してくるっていうふうに私は見てますけどねうんそうすると、ね、血流が良くなれば、まあ、いろんな成人病なんかも毛細血管が減ったことによって起こってますから。 その機能を戻してあげれば例えば膵臓の血流が良くなって膵臓の機能を戻ればインスリンまた出るようになるとかっていう人がまあ多いから、うん、結局そういうふうに皆さんおっしゃってるんでうんそうなりますよとは言えませんよ医療機器じゃないんでね言えないんですけどうそういうふうにおっしゃる方があまりにも多いんでじゃあ理由を推測したらもうそうなってるとしか思えないし実際に指先の血流を見ると結局そういうことが起こっているっていうその現実。 みたいななもんなんでしょうね,はい、はい、ねあの私ねリアルなまあもちろんねあの内堅さんもご存知だと思うんですけどあの血流を測るっていうのでね最初にご高齢になられたお客様ね何ヶ月かしてくるんですよ <laughs> その、ね、ち,ょちょっとちょっと」っつって「僕もうおかげさまで慣れてきたんで驚かないんですけど血管が増えてる」って。 もう同じとこですよ、この、ね、薬指のね、はい、ここで見るわけですけど増えてるよーとよかったですねーって言っても、ね、ねどうさんといつもの微笑みのようなんで返しては、うん、返させているんですけどそういうことですもんね。そうですねご自分でね、録画しといてもらうんですよ。うん、そうすると比較したときに、ね、えー、っていうぐらい変わってますからね。 皆さん、そうそう、ねあのー、このドクター水槽ボトルの、まあ、吸入前、吸入後じゃないんですけど、えー、血流を実際にご自身のこれ、お医者さんではやってないんじゃないかな、ね、あの見ていただける会を、ね、やってますので、えー、毎月のように北、ね、條、えー、さんご自身もこちらに沖縄に来てます。うん、興味のある方はぜ、ね、ひ、愛媛美沼さんに、ね、お問い合わせいただけたらいついつあるよって教えてくれますからぜ、ね、ひご連絡いただければと思っております。はい そんなわけで一旦ね、ちょっと CM に入りましょうね頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、<noise> WOOEAST 株式会社、電話番号、ゼロ三三五二二二七一一。はい、嘘のような本当の輪。 ね、続けてお届けしていきたいんですけど CM 中になんとすごい告白具志堅達夫さんをお迎えしてますけども「あの <laughs> ほうそん!」ってね<や>こんなごめんですねあの夜の世界って決めつけちゃいけませんけれども、はい、そんな健康的なこともされてるんですねはい今ちょっと僕のどういう姿が見えまでも マラソン完走したこともありますし。すごい。沖縄マ,、ね、マラソン。沖縄マラソン。すごい。あの、たまに走ってるんですよね。あの、まあ、毎日ではないんですけど。は<ー>まあ、一週間に一回とか。で、まあ、結構な距離ではないんで、まあ、<ー>さ、まあ、本当にもう趣味程度です。ただ、本当に驚いたことがありまして。まあ、ちょっと、最初水素ボトル紹介された時に。えっと、スポーツ選手の、えっと、パフォーマンスが上がるみたいな感じの、はい。はい えっと、ことを聞いたんですよね。うん、なんか駅伝でしたっけ。け駅<う>伝,伝で軒並み使ってますね。今ね。はい。が<ー>タイムが、これを禁止した後に縮まるとか。<ー>その話聞いてたんですよね。で、全くちょっとその話忘れてて。<う>で、ある日の夜に吸った後に走ったんですよ。で、ちょっとまあ、こういった毎日走るコースの中に。 ちょっと坂があるコースがですね、ちょっと宜野湾のところに大山の方からこうちょっと58号線に向けてこの丹畑のところ走る坂があるんですよ。スタートに走ったらですね全然疲れずに走れるんですよ。うん、これ僕アスリートじゃないけどパフォーマンス上がるってこ,こういうことなのかなっていう時間に感じるのがありましてですね。 これ恐ろしいなと思います <laughs> 血管が良くなったらパフォーマンスが上がるっいうあ<の>なんかちょっとよくは仕組み分からなかったんですけど埼,埼玉医科大学さんが、えっと、データを取ってくださったんですけど、えっと、簡単に言うとヘモグロビン酸素をつかむ力が増すんだそうですでそのことによって酸素を体の中に溜めておける量が増えて、えーまあ、簡単に言うとコーチトレーニングのに比べたら。 すごく効果が2倍とか4倍出るようなことも分かっているし、うんえー、埼玉医科大学の方によるとヘモグロビンの量そのものが増えるってことも分かっているのでそうすると酸素を体の中に溜めておける量が増えていくんですね、うん、なのでちょっとハードな坂道になった時に酸欠にならないでガッて上がれちゃうってことですよね筋肉もちろん筋肉のパワーも上がるんですけどねさっきもある有名な元横綱の トレーナーさんと話してたんですけどやっぱり年齢がある程度いったところから水素するとそれこそ違いが分かるっておっっししゃってました、ね、うーんいやーこれなかなか自分のパフォーマンスが上がるって <laughs> スポーツ選手が分からないじゃないですか <laughs>、ね、なかなか、ね、でも嬉しいことですよね普通ねただんさんもだからご自身の意思じゃなかったわけですよね、はい、気がついたらえっ坂上がれてるっていうこの坂いつも辛いのにと。 これなんかあれけ、今何食べた、ああいう。水素吸ったんだなっていうところで。<laughs> はい、そうですよ。よくよ,よくあるんですよ。こういうことは。ねはい。なんか興味深い。はい、あの。ね、沖縄では、こう、マラソン選手として有名な、あの具志堅さんがね。こう <laughs> いやいやいや。活動 <laughs> されまで、ですけども、あの、結構ね、コピー入るかも分かんないですけど、こう。有名なアスリートの方々、多いんですよね、うんまあ。たくさん使われてますね。 こうなんか疲れないわけじゃないんでしょうけどこう、うん、あうあのまあ本人、本にインスタに上げてるから言ってもいいんでしょうけど一応、名前伏せときますけどあのよくね元メジャーリーガーでチェストっていう人がいますけどあの人はうちの会社来てくださってでそれ以来もう毎日スイスって体調よいものすごいいいっていうことで自分のインスタの動画にしょっちゅう上げてますね。<あ>はい やっぱりそういうい、ね、プロフェッショナルで体と向き合っているような人が、うん、パスタとトダにすごく自分の体のパフォーマンスが変わったっておっしゃるんですよねやっぱアスリートさんは敏感だと思うんですよね、はい、やっぱコンディションとかそういうのとかり、ね、ま、はいはい、す,ら分かですか。<laughs> <laughs> いいですよね、それね。はい なるほど、なるほど、じゃあちょっと多分あのー、福杉さん、ね、あのお友達やいろんな、ね、方々のお話もお聞きしたいので、一旦ちょっと CM に入って頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、<noise> WOO e a スト株式会社、電話番号0335272211。 い嘘のような本当の輪ということでねもう驚くようなパフォーマンスかって思いながら私もねあのお話を伺いながらちょっと思ったんですけど最近、ねあ,のある女性がと思うお一方の女性があってねあの特別もう体ギスギスで痛くて辛くてじゃない方なんですけど何が変わったったて綺麗な方な方んでしょうあの汗をかくようになってね体が軽くなった。 それは別に激痩せしたとか全然そうじゃなくてやっぱりそこがねどうしたのすっごい嬉しいって,言っ,て、うんでまあ、言ったら睡眠も深くなってとだから日常実は本当に人間の体が欲するそういった、まあ、欲望というかそういうのをね、なんか満たしてくれる感がみたいななんか私がしたわけじゃないけど、ね、知っていただいたということを考えるとやっぱり嬉しくなってしまうんですけど具志堅さんの周りに例えば ね、ちょっと痛かったつかったいろんな方いらっしゃると思うんですけど何かこうエピソードっていうか,ございますかはいはい、えーうん、すねやっぱり自分のためにまず勝った方がですね、うん、友人でまあ結局ちょっと親御さんにちょっとってみなということで多分勧めるんですよ多分初めてもおっしゃるようにやっぱりあの膝が痛いな,な,んない腰が痛いっていう中でやっぱりちょっと歩くのが億劫になってた方とかがやっぱり元気になるから。うんうん やっぱり取り上げられたということで。<laughs> <laughs> じゃあもう一歩という事はいはい。はい <laughs> これ <laughs> も2人ぐらいいますよ。こういった感じの方結局は。今月そういう方いらっしゃいましたね。<laughs> うん、そう、ね、多い。本当に多いですよ。ああ、そうそう先々週のごの、ね、方とかもそうなんです、ね。ご主人が買って使い始めたら奥さんがハマっちゃって出張に持ってこうとするとなん <laughs> であんた持ってくのって言われて。<laughs> もう一本買っちゃいました,ってした。人が <laughs> 早い,いとかです、ねはい、多分日本持ちのご家族とかで、ねはい、そういった方多いのかなというところで。 この前もリウマチになられて指先の削りを見ようと思ったら指曲がってるから入らないっていう人いたんですよ。えー、3ヶ月前ですけどね。これでね、3ヶ月ぶりにお会いしたんですよ、会場来て。で、説明終わってその指先ちょっとチェックしてもらおうかなと思ったらあ、そういえばあれでしたねって言ってちょっと指つらかったですねって言ったらところがね、北条さん、もうちゃんとピッてなってんのよって見せてくれたらもうピシッと指伸びてるんですよ。 で私気に入っちゃってね5人家族なんだけどうち5台買いましたからって何かこれなんかサザエさんじゃないけどこ食卓で見たのから異様な光景かもしれない <laughs> みんなでつけなを置いて吸ってるんじゃないですかね <laughs> でもそれぐらいやっぱりご本人のやっぱりこう長年悩まれたものが解決したっていうことでおっしゃってましたねう本当によかったって言って解決法図はいい言葉ですねでも本当そうですもんねだって そこにね痛みがどうかちょっと分かりかねるんですけど痛かったらもっと嫌ですよし、うん、こうやってわれわれおかげさまでねこんなに動いてるって言ってもいつどこがねしびれがね、はい、あの新井さんって方じゃないですけど、ね、ありますからやっぱりそういうのを補正だりもそうだし解決してくれるんですよ、うん、ね土井さんなんかひどいあのね、痛<の>風だったんですからぐらいするかったいで注射器3本ぐらいで あのす吸い出すんですよ。うん、もう中の,あの液な、なんていう液か分かりますか見たことのないような液体ですよね。実際これで言いますけど、最悪ですよ、あんな痛みのある注射、だから打つ注射じゃないんですよ、こっち側ね、抜くんですよ、はい、抜か <laughs> ものが出ててくるっていうまだね当時67歳ぐらいだったかなもうちょっと後かなあの息子がねと息子がなんか風邪かなんかで見てもらって僕が何とかっつっていたんです,よすごかったってパパの大声あんな声聞いたの初めてだってぐらい叫んだんですよ痛くて。うん、というような痛風がね <laughs> やっぱり。まあよくね男性の痛風女性のリウマチって言いますんでね。<laughs> はい もちろんね、例外的にあの逆になる人もいるんですけど男性はリウマチが圧倒的に多いです、痛<性>風が多いですねで、女性がリウマチが多いですね。僕はそうですね、改めてこれねあの、前におすすめじゃないですけど自分的な経験から言いますとね、やっぱり痛風ファン、<laughs> 風ファンじゃない、そんなファンじゃない、そういった方とか、そういう方にはね、うん、本当に雇用代にしていたいと思います。 ほ他にはいろんなお知り合いの中でエピソード的に。エピソードで面白いのは似てある感じなんですけど<笑><笑>それは本当にォルスが今5台買われたって言いましたねどやっぱ親族でやっぱこんなこと言い方はどうかおかず。やっぱ他の水槽の機械を持ってたらしいんですけどあ<ー>結局親族まるまるみんな、はい、買い替えちゃって <laughs> <laughs> あれなんか1台がよかったら2台っやっぱりあと4台持ってきてくれとか。 そう,うそうなっちゃだ、ねうん、からやっぱりあれじゃないですかねなんか特別というか今まで普通の生活に戻れるっていうかちょっと自分が体悪くなったりとかそこに戻るのがやっぱり嬉しいのかなっていっ当たり前かもしれないですけど、ね、いや何年か前の自分に戻るだけでもすごい嬉しいですよ。そこをなんか感じますね,ねやらかしちゃってるから北條さんとしてもね。 自分もそうなんですけど、はい、やらかしちゃってるから、うん、今のこの日常が手放せないわけですよね。やっぱりね、それこそ水素保存手放せもう毎日車の中にも積んでますしねそこですよね、うん、だから本当にね、うん、ラジオで僕よく言ってしまうんですけどあの出会ってくださればねもうあとは皆さんお達者でねぐらいの、ね、気持ちでいるんですけど、うん、あすごい。 健康加速ですね、はい、もう当たり前の生活に戻れるっていうのが何か,か,、ね、かね若い頃の感覚のままでいけるっていうか <laughs> そういうふうに引き戻されるっていうか、うん、そこがすすごいですよね本当に、あのー、毎週のようにねいろんなゲストさんいろんな少女もうお命すらみたいな方もあれば長年ね,ね、うん、もう寝たきりの方もいらっしゃったりとか。 本当に嘘みたいなねところの方が多いでもほとんどの方がありがとうございます出会えたっていうドクター水素ボトルと出会えたね今週も改めて言っときましょうね皆さんねそんな大きくてそんな高いもんじゃないですよあのペットボトルのねちっちゃいのみたいなねあんな感じのものに えー、軟水高度60以下ってまあ僕、あのー、がもうこれね沖縄では「やいまオータなんて言っちゃってるんですけどそういう、ね、<laughs> 軟水を入れて頂い,いて蚊、ね、に、えー、入れてる、ね、チューブの鼻に当てますでスイッチを押すだけはいこれでねもう高濃度な水素ガスがあなたの、ね、体の中にこう入っていくことによって血管が広がり上がり血流が上がりねとてもいい状態になっていくことによって ということですよね、お嬢さん。そうですね。ね<ー>はい。素晴らしい。はい、というわけでね、あのエピソード的には、もう、そういった感じですか。はい、ね、なんか、あの、多分、まだ、あれですよね、あのー。う、小池さん、四、四十。六、四十六になりました。あ。 普通に考えるとねそろそろ40代ね自分らの結果まあ私来年60なんですけどもそなんですけどもがぶ伸びでしたからねガタくる頃だと思うんですよね僕もなかなかガタ来ないんでおかげなのかなっていうところはいはいあの普通に若い人より飲めてます毎日でもえ飲む必要は本当に あのカツカレーと一緒でやめればいいんですけど <laughs> <laughs> それがで、ね、<laughs> やめられる持ったらやめてるんですけどね僕もタバコはやめたんですけど <laughs> カツカレーはやめないね <laughs> これは。 やっぱりね、普通のカレーもいいんでしょうけどっていうねだからそういった食もね本当は痛風に最悪らしいんですよあのカツカレーね書いてあるんですよあの卵類もそうですけどねでもやっぱりドクター水素ボトルのねとの出会いおかげで僕もね人生が変わりましたもしね気になる方がいらっしゃったらどうぞ儀乃愛さんまであれ何ねっつってね問い合わせのお電話メール結構ですぜひぜひいただければねもしろタイミング合えばラジオの木清さん この説明会をね毎月やってますからねその場所とかそういったのもねお伝えできますね昼のも夜のもあったりもしますのでぜひ気になるなーっていう方はお問い合わせをください、はい、あ,のあれですよね利休ヒートさんだったらあの前事前に言っといてくだされば水素吸ったりもできますので、ねはい、できますはい準備します、ねうん、あそっか店算の方もねお店でもありますから見るやつがあるんでうん、はいでは まあプチ体験会なのかね、あのー、お電話いただいて行きたいんだけど」っつったら。 目の前にモリンガもあるし、そうですうです、ね、合わせてお腹減ってたら美味しい美味 <laughs> しいにお肉もあるし <laughs> 素晴らしい琉球 <laughs> ヒートで検索をねぜひぜひしていただけたらと思いますいや今週もね楽しくて私ども私なんかこのモリンガの件もね先週に引き続きやっぱりためになる、えー、番組に皆さんなったでしょうかだと嬉しいなと思っています、ね、はい、えー、今週も東京から北条正平さんドクタースイソボトルのね法上、えー、正平さんありがとう ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、それから、えー、ね。モリンガでこれからね。皆さんを世界の健康にねしていこうという武士拳達夫さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、皆さん、また来週聞いてくださいね。